りスタイルブックというものは私のこの芸能人生の中でも目標にしていたことの一つだったので、もう初めて単独写真集を出したのが前回じゃの時だったので、もう本当3年前ぐらいになるんですけれども、で3年ぶりにまたこうして私の22歳の一冊が出せたっていうのは本当に嬉しかったですし、スタイルブックをいつか出したいっていうことをあのビスさんにお世話になってからビスの編集部の方によく話してたんですけど、そしたら本当口にしてたらそれが言霊になったっていう感じで本当に叶えてもらった一冊ですね。今回 のスタイルブックの、はい、見どころを教えてもらっていいですか？そうですね、あの本当に帯にも書いてあると思うんですけれども、森ひなみ初めて尽くしの森ひな本という帯になってるんですけれども、本当にこの等身大の今の森ひなみがこちらの本にギュって詰め込んだ一冊になっていて、本当に森ひなみの代名詞のような一冊になったなと私は思ってるんですけれども、まあ見どころというのはそうですね、私は普段やっぱ明るく元気な女の子っていうイメージを持ってる方が多いと思うんですけれども、ちょっとまたそれとは変わった大人な雰囲気だったり、その少女のあどけなさっていうところからちょっと成長した姿も見せられるんじゃないかなと思っております。最初はそうですね、グラビア、まあ、ちょっとランジェリーの私の普段の素のランジェリーを着たらこんな感じなんだよっていうところから始まるんですけれども、私が結構グラビアを挑戦したのも久々でして、まあ、その中でもグラビアのページをどう作ろうかなって考えた時に、やっぱり普段そのよく週刊誌さんにお世話になってた時よりもちょっと違った姿を見せたいなと思ったので、今回はランジェリー特集という感じで、ほぼランジェリーなんですけれども、その鎌倉のスタジオにで撮影したのが去年の9月頃なんですけれども、なのでこのスタイルブックが完成するまで本当約1年ぐらい経緯がありまして、そうですね、そのランジェリーの方ではなんかちょっとあどけない少女から大人になった森ひなみが見れるんじゃないかなって思います。やっぱり表情とかを見てても全然毎年変わっていくんですよね、自分の表情っていうのが。でこんな表情もできるんだっていう成長も自分の中で見れました。はい、今日23歳の誕生日ということで、はい、ありがとうございます。その誕生日の日に出せるっていう、これの感想、そうですね、そうですね、この誕生日にお仕事があるっていうことがまず本当に嬉しいですし、恵まれてるなと思いますし、誕生日にこういった記念すべき一冊が発売できるっていうのは本当に何より嬉しいです。そしてなんとこの度大学も卒業いたしまして、そういったこの節目の2024年にの春にこの本を出せることも、なんか全てがまた新たな気持ちで、この4月から新学期、新生活、私の中での新生活が始まるなといった思いで胸が膨らんでおります。なのでこちらの一冊にとびきりの思いを込めたので、皆さんぜひその気持ちが届くと嬉しいです。定番ですけど、あの点数をつけるとしたら点数ですか？難しい。私前なんて言ったんだろう。これって前と被っちゃうのか。173点です。前も言ってたかな、これもしかして173ひなみです。はい、まあ、というのもこちらのスタイルブックにちょっと点数というのは正直つけられないぐらい満足していますし、なんかその点数っていうのは皆さんが見て感じて点数は心に刻んでほしいなって思いますし、まあ、なんといっても本当この一冊で森ひなみが語れるぐらいの分厚い本なので173点にしました。そうですね、はい、まあ、この念願だった森ひなみのフォトスタイルブックが発売しましたし、それと同時に私もデビュー10周年と大学卒業で学生生活も終わり、今日で23歳の誕生日も迎え、
なんかいろいろと背筋が伸びる思いではあるんですけど、本当先ほども言ったように地に足をつけて現在地を伸ばしていけるようにこれからも頑張るので、まあ、あのタレントだったり女優さんだったり作品もいろいろなことに挑戦して日々挑戦といった心を忘れずに、これからはもっともっと落ち着いていろんなことを学び生きていきたいと思います。皆さんぜひこちらのスタイルブックで森ひなみを感じてください。ありがとうございました。はい。